毎日やって痩せて当日爆食するぞっていう人は一緒にやろう。仰向けで寝てレッグレイズを行っていきます。足をゆっくり上下に動かしましょう。腰が浮かないように足の力を抜いて下腹使っていきましょう。息止めないように足を上げます。マイペースで足を動かしてください。メニューの間は休憩を入れていません。見ながら行ってください。3、2、1、 GO! 上半身だけ起こしていきます。息を吐きながらスマホを覗き込む感じで起き上がります。首が疲れる人は頭を持ったりゆっくり動いてください。上半身が持ち上がらない人はこのメニューは見ながら次のメニューからスタートしてもいいよ。絶対お腹引っ込めるよっていう人は最後まで頑張っていこう。毎日4分、時間あるよね。頑張ってお腹引っ込めよう。3、2、1、GO! 上半身と下半身をクロスさせます。スマホ持ってやるのが難しい人はスマホ置いてからやってもいいよ。斜めに体が持ち上がらない人は肘をついて体を起こしてみて。初日はきついからゆっくりマイペースでやってください。慣れてくると全然余裕になるから、きついのは初めてやるときとたまにやるときだけ。2日目以降は全然余裕でできるよ。そうなると楽しくなってくるから。3、2、1、GO! 手を伸ばしてしっかり起き上がりましょう。息を吐きながら手の反動で起き上がります。どうしても体が持ち上がらない人はどっかに足を引っ掛けてやってもいいよ。だんだんできてくると反り腰が治ってお腹が引っ込んでくるよ。腹筋運動っていうよりは半分腰のストレッチだよ。やっていくと慣れてくるから続けてみてね。あともう少しで終わるよ。3、2、1、GO! 今度はプランクです。息を止めないようにキープです。お尻を持ち上げてゆっくりお尻を下げる。さらに腹筋を使うことができるよ。45秒、結構長いから疲れる人は途中で降りてもいいよ。何日か続けていくと余裕になってくるよ。慣れてくるとお腹が引っ込んできてるから楽しんでいこう。マイペースでいいよ。あと少しで終わるから頑張ろう。3、2、1、GO! 最後はストレッチです。この状態で止まっておきましょう。息を止めないようにお腹を引っ込めていくようなイメージです。みんなここまでよく頑張りました。毎日4分、時間あるよね。コツコツ頑張っていきましょう。毎日続けることで確実にお腹を引っ込んでいきます。お腹は出てる日と出てない日いろいろあるけど、頑張ってやってれば少しずつ引っ込んできてます。脂肪は必ず減ってきてる。毎日続けることが大事。頑張っていきましょう。あと少しで終わります。3、2、1、お疲れ様でした。